自分も辞めると決めていました。知ってるよ。じゃあカノン君も辞めちゃうの？今はわからなくなりました。辞めたらお嬢様という太陽が照らしてくれた何かをまた見失ってしまいそうだから。僕はジェシカお嬢様のことが好きです。あ、私もだよ。あなたの太陽のごとき生き方を僕も一緒に歩んでみたい。あなたとなら家具と蔑んだ自分から決別できるかもしれない気がする。カノン君は家具じゃない。そして使用人になるために生まれてきたのでもない。年頃の男の子としてもっともっと人生を楽しんでいいはずなんだよ。私も眩しいや。カノン君が眩しくて目が見られない。これが偽らざる僕の気持ちです。それを今までごまかしてきてすみませんでした。僕の臆病さがお嬢様を傷つけたあの日をお詫びします。いいよ、その言葉だけで私は嬉しい。だから僕はお嬢様といつまでも一緒にいるために家具をやめようと思います。僕にそのための時間をください。最後にその弱さを許してください。弱さなんてとんでもない。カノン君は見せてくれたよ、今までの自分と決別したいっていうとびきりの勇気を。だから私は応援したいし、せかさずいつまでも待つよ。私が太陽になって君の道を照らせるなら、私だって君という人がいてくれたから誰よりも眩しく輝いて君の瞳に私だけを映したいと思った。君がいなかったら私だって太陽になんてなれなかった。だから待つよ、ずっと。ありがとう、お嬢様。お嬢様はもう嫌だな。名前で呼んでもいいんですか？うん、二人きりの時だけね。じゃないとそのカノン君に迷惑をかけるかもしれないし。そうですね、姉さんたちもそうしてるらしいし。シャノンが婚約するって話にならなかったらこういうことは言ってくれなかった？だからこそ真剣に考えることができました。そんなこと言っちゃって、シャノンの話を聞いてて恋がしてみたくなっちゃった？はい。素直だな。まあ私もシャノンたちを見てて、その羨ましいなと思って。僕は何とお呼びすれば？ジェシカがいいな。呼びつけは照れます。じゃ、さん付けでもいいから最初は言ってみて。ほらほら、ジェシカさん。うん、今はそれでいい。だから私もカノン君のことを名前で呼びたい。カノンじゃなくて本当の名前があるんでしょ？きっとカノンの「カ」が含まれた名前だと思うな。なんだろう。ヨシアと言います。どういう字？
これで、ヨシアと読みます。ヨシア君か。うん。いい名前だね。私の変な名前と違って、素敵だと思うよ。そんなことありません。お嬢様のジェシカって名前だって。あ、それもう一回言って。お嬢様のジェシカって。もう一回。お嬢様のジェシカって名前だって。その、何か。なんでもないよ。ありがとう。ヨシア。お父様は名前を呼んでほしいと。かわいそうな子ね。そなたがベアトに同情するとは思わなかった。このベアトを、かつてのベアトと同一人物と呼ぶのは、酷な話だわ。これは全くの別人じゃない。かつての好敵士を蘇らせてこれでは、バトラも気が滅入というもの。お兄ちゃんの絶望も、少しはわかる。でもこの子の気持ちもわかるの。人は決して誰かの身代わりにはなれない。それがたとえかつての自分であってもね。それでもこのベアトはバトラの役に立ちたいと思っている。けなげな話だ。それがベアトリーチェという魔女の意味なの。彼女はそうだと自称している。自分はバトラの役に立つために生まれてきたと。お兄ちゃんのために生まれてきたベアトはやがては連続殺人を犯し、お兄ちゃんに永遠の拷問と称しておかしなゲームに引きずり込む。意味わかんないわ。千年を経れば人は別人にもなり得るとそなたも理解しているはず。千年とか偉そうな単語がよく出てくるけど、魔女の世界ではどうも長い月日を示す別称として使われてる気がするわ。神の世界に近づけば近づくほどに時間の概念は曖昧になる。6年も千年となるし、
千年がほんの一眠りにもなる。ほんの二週間の月日でさえも、百年の魔女を名乗るにふさわしい永遠となり得るのだ。納得いかないわ。その六年間、お兄ちゃんは六軒島はおろか、後宮家の席から抜けてさえいるのよ。その変化にお兄ちゃんは何の関係もない。全くの逆恨みだわ。おや、こちらにおいででしたか。お紅茶でもお入れしましょうか。熊沢さん、知りたいことがあります。はいはい、何でしょうか。私はベアトリーチェという名前なんですよね。そうですとも。お嬢様はベアトリーチェ様でございますとも。でもお父様が口にするベアトリーチェという人物は私のことではありません。それは、お父様は私にその人であって欲しかったように思います。だから私がその人にどれほど似ていても別の人間なので失望されたのではないでしょうか。そんなことはございませんよ。お嬢様はお嬢様、ベアトリーチェ様ご自身ですとも。新しくお生まれ変わりになるとき、以前の記憶を失ってしまっただけでございますよ。たとえ記憶をなくされようとも、お嬢様はベアトリーチェ様、親方様の愛されるお方と同一人物でございますとも。その記憶というのはどうやれば取り戻すことができますか。それは、取り戻すことができないなら、せめてお父様の愛したベアトリーチェがどのような人物だったかを教えてください。それならお話はできますけれど。私はお父様のために生まれてきました。だからお父様の望む黄金の魔女ベアトリーチェになりたいんです。ベアトリーチェ様、私に魔法は使えません。でもお父様の望む魔女が使えるならそれを学びましょう。私はお父様の望む魔女になります。それがお父様に産んでもらったことへの私が示せる唯一のご恩返しです。けなげじゃない。千年を間違えなきゃ最高にいい子だわ。魔女のヒナ、なかなか面白きかな。気に入ったぞエンジェ。そのヒナの娘に我が諸行を許すがいい。魔女の世界へ帰る扉を開いてやるがよかろうぞ。彼女自身にかつての彼女の物語を朗読させようというわけね。なるほど、私も知りたいわ。黄金の魔女ベアトリーチェを作る物語。いいでしょう。あなたが望むならば扉を再び開きましょう。熊沢さん。あなたの進むべき道はあなたが決めなさい。それはおそらくバラの道。美しく咲き誇ったバラがあなたを祝福するかもしれないし、その棘であなたを苛むかもしれない。しかしそれでも
あなたがいつか辿った道、その結果、同じ千年を経てもいい、異なる千年を経てもいい、望むなら道を引き返してもいい。進みます。私はこの庭で千年お茶を飲んでいるだけで過ごしたくないんです。お父様のためにこのベアトリーチは生まれてきました。だからお父様のために生きようと思います。教えてください、黄金の魔女。拝謁、至極光栄に存じます。尊厳なる感激と戯曲と傍観の魔女、フェザリーヌ・アウグストゥス・アウローラ卿。表を上げよ、人の子よ。その娘にしばしの間我が諸侯を自由に閲覧する資格を与えようぞ。我が巫女エンジェ、その方に世話を命ず。はいはい、お任せを。我があるし、素直にそなたの物語が見たいと言えばいいのに。感激の魔女の巫女よ、ベアトリーチェをお預けします。よろしくお願いします。あんたのなろうとしているベアトリーチェは彼女なりに何かを苦しんでいたわ。少なくとも今のあなたはその何かから解き放たれている。自らその枷を取り戻すために旅に出るの。私は黄金の魔女になりたいんです。それが私の生まれてきた理由です。彼女の煉獄をめぐる旅が快適であるよう、そして保護が与えられるよう、無限と有限の魔女プブリウス・ワルギリア・マロの名において要請します。感激の魔女の巫女にして、無限の魔女半言の魔女見習い、エンジェ・ベアトリーチェの名において、了承する者なりやと、奉ったり踏んだり蹴ったり。あなたも、ベアトリーチェという名を？ええ、あなたのことは、よく知ってるわ。教えてください、私が。どんな私だったのか。ええ、だから教えて。あなたが、どうしてあなたになったのか。この書庫にはこれまでのそなたのゲームの物語のかけらがすべて書物として収められている。それを読むことでそなたはこれまで何があったかのすべてを知ることができるだろう。それを読めば私は黄金の魔女になれますか？黄金の魔女を継承するには黄金の碑文を解かねばならぬ。そしてその試練はたとえベアトリーチェ本人だとしても免れることは許されぬ。頑張ります。ですから私に書庫の本を読ませてください。本当にけなげだわ。わざわざあんなのに何で戻りたがるんだか。その私がどんな自分だかは知りません。でもその自分がお父様のお役に立てるなら私はそれになりたいです。読めばそなたはかつてのベアトリーチェがどのような人物だったかを知るだろう。しかしそこから何を得られるかはそなたが決めるがよい。書庫にとどまるも自由。
立ち去るも自由、再び戻ること。